らない、ずーっとおかしいな。あの看病に行ってなかろうかと思うかいな。はい、看病行こうか。あの人の生まれ故郷はどこか知らんのよ。この辺あ？この辺じゃない。近くじゃなかろう。近くだろ、だってお姉さんがそこにおるやん。姉さま嫁さんに来そうになるんじゃね。一緒一緒。わけふるさとはどこじゃろうというの。こっちこと分かったんけど、いや里がどうや、まあ、74になっとんなりゃ74にあったお前。でお母さんももう女はるないけん、お父さんが女はるか。おらおら、なんで最有機がやばい。うん、最有機が。怖なのデッキだね、これ怖なの。これじゃないな。また物を手に回さすな。シーさんのために、嫁さんになった時のことを考えて、お稽古なさるつもりなんですね。それ髪の毛。どうしようもないに。カランドこっちへ行きやさず、クリスマスパーティーに行くんです。あんた鬼棒みたいなね、カランド。そば言うとってしようないね。よう伸びるんじゃな、救助地盤なんて。くがみ楽詰めいうことない。大丈夫、よう伸びるうちは。いや、それ小泉純一郎みたいな。今日もあるからね。うん、悪いとかも行け。それを選んだ。あれぐらいでは痛くて泣いたのではないんです。これで3度も指をつきました。あんまり不器用で何一つできないのが。しまったなあ、バレンボーがあった。もう終わる。これいつもの時代劇のチャンネルじゃないもん。そうよ、時代劇以外のところのチャンネルでも映るけど。人生疑う尊い月も、ね、インターネットで見よったらな、ちょうど前々回の疑うで月が今日でもって私は引退しますってこの番組をって言うた。ああ言うた、うん、前々回だけ9日か12月の9日かな、そしたらね、急にな、ね、年末でも何度あったんで、何度なかったらそうはなった。理由はなかったら、いやいや、人のことを勘ぐるんじゃな。勘ぐらい、あんたも勘ぐるけん見るんじゃろ。確かに分かるけど、だいたいね、何でもないこと。あ、そうか、だけもう最後先週はあれやったっけ、違ったっけ、今月、今年最後、今年は持ってって言ったらわかるけどな、うん、あと1回か2回残して。そうよ、なんか理由がなかったらやめりゃせんけ。だけど歌に出とったけん病気じゃなかろうでの。いや普通はな、
卒業言うてみんながこう拍手したり花を渡したりするなかったもん。なんかろあくらで五代夏子が出た司会になったんやけん作る方と感触を起こして喧嘩したんじゃん三山ひろしを出せ言うてどうして三山ひろしが出んようになったか。これあれじゃない宝塚の年だよ、うん、どうそうじゃないあの子ばあちゃんは何河野ゆきじゃったの最初河野ゆきあれ大西おばちゃん伊佐今思っとったんやん伊佐か伊佐かさんどんな字知らんなあ、あそこへおっちゃんが病気の時におばちゃんは看病しようになったんやって母ちゃんと二人お見舞いに行ったんじゃ大西までそしたら母ちゃん老老介護いうのはあれ難儀なぜない言ったらもう柴田のあの伊佐お兄さんの嫁さんの結婚姉ちゃんが農業をしようになったんやって昔看護師しようになってそしたらたまに来てみよう見なはったんじゃまあ、きっこ姉ちゃんが昔看護婦やったらちゃんと見てあげなはろよなあの大男のおっちゃんをおしめ替えたりするのおばちゃんでは大変でって言ったら母ちゃん父ちゃんが早うなやなって帰ってよかった言ったらよかったいうことはないけんど姉さん見よったらかわいそうなわえのうて別じゃったけ部屋はほんでもう大変じゃったいと思う看護ばあちゃんと伊坂さん顔そっくりだったけどなもうそっくりもう伊佐お兄さんが何やの時には嫌じゃったの町長選挙の時にはひいちらが反対じゃけんいやいや何でだあれ何やったっけあの順番は何豊さんが一番うん母ちゃん妹いやそれは分かってるあの伊坂さんは何番目何番目か覚えとらんがもう大西へ母ちゃんが母ちゃんとしやんちゃんが行く言うたらもう道路へ出て待ちようなるもうお母さんは何しよるない雪が来るけん待ちよる言うて道路へ出てなしげと雪が来るけん言うてあんたも待って待って待ちなはったことじゃそうな戸口へ立ってな大西行ったことないわ、うん、大西はもうお母さんは秋祭りはよ生きよったけん子供小学校自分はもうその姉ちゃん学校が済んだら母ちゃんは大西へ行っとけ来いよって言いながら平野橋から上へ山道をこれぐらいの細い道を行かないけん そこあの山道通ったら早かったか山道を通って行って道野のいうとこへ出て道野のへ出たら大西学校よいうとこが見えるんよ高い山の平地のとこ
その姉ちゃんは意地悪じゃったけどタタ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 行くんよで見えんようになるんよってプラカド山道やけそん姉ちゃん待ってくれやー言って言うたってあの追いついた追いつく思ったら早出発自分ましてタタタタ上がるんよもうな泣きながらついて上がったおとろしいけんってどうなの言うとこ上がったらあのあっこが大西や見えたと思ってここまで来たら一人でも大丈夫じゃ思ってお母さんでも思ったもんじゃったいやいいよ骨折れちゃったで大西までお祭りに行く言うたらでもこうするより他になかったのです好きなお方ができたのですか蔵があってばあちゃんがまだ女だった海子が来るけん何やろが好きじゃけん言ってばあちゃんは栗を炊いてもらえた美味しかったんよものすごい美味しかったそしてきっこ姉ちゃんはふみさんが好きじゃけん言って小麦粉じゃなしにもち米の粉なので洋館をしてもらったふみさんが好きじゃけんこしらえたぞ言ってもうそれが何より嬉しかったけん昔はお祭り言ってもうお客じゃけんなうちさくらもよー気温なって伊沢お兄さんが来たらゆきおばちゃんの白絵がここの白絵ほどうまいものはないわ言って喜んでた。